ポンと乗せます。黄身を崩して、絡ませながら。ありがとう、僕です。はい、ということですね。リュウジのお兄さん、リュウジでした。ということですね。いい感じになってきて。来ましたので、クッキングしていきたいと思ってるんですけども、コロナウイルスでね、こういう風になってるじゃないですか。飲食店さんも軒並み閉まっちゃってるんですね。酪農家さんがね、超ピンチということでですね、牛乳が有り余ってるというニュースを目にしましてですね、酪農界のピンチだということでですね、僕にできることはないかと思いまして、牛乳を使ったレシピを公開しているんですけども、今回はですね、緊急企画としまして、牛乳をギョンギョン使おうっていうですね、キャンペーンを勝手にやります。今回作るのはですね、札幌一番塩ラーメンで作るカルボナーラ、こちらを作っていきたいと思います。これね、結構ね、牛乳消費できますし、めちゃめちゃ美味しいんです。なんでね、牛乳が余るとやばいかっていうと、うち牛さんって牛乳を出すのを抑えらんないんですよね。溜まったら出すしかない、出さないと病気になっちゃうので、なのでどん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 ね、毎日牛乳ってできていくんですよ。で、その牛乳を出荷するのに余ってしまうと、酪農家さんがものすごく赤字になっちゃうんですよね。ということでですね、今回は、そんな感じでですね、牛乳をもう一本ね、消費しようっていうようなキャンペーンを勝手にやります。はい。はい、ということでですね、じゃあ早速、材料紹介の方に行きたいと思います。まず塩ラーメン。札幌一番がいいです。はい。卵、これ卵黄を使います。ベーコン 40g、 僕んちはブロックベーコン使ってるんですけども、薄いタイプのベーコンでも大丈夫。そうするとね、ちぎりながら入れると包丁も使わないので、そっちでもいいと思います。あと牛乳、これ 200cc です。お水、220cc、これを使ってレンジで今回はカルボナーラーメンを作っていきます。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、塩ラーメンね、これね、丼にね、もう入れちゃうんですよ、こうやってね。牛乳、はい、回しかけてください。あとね、お水で、今回はね、結構ね、濃いめにできます。なので、濃いのが苦手な方は水増やしてくださいね。水か牛乳増やしてください。ベーコンね、散らしてあげてください。ポロンポロンと、はい、パラパラとね。600W、6分、何もしないです。ラップもしない、この状態で6分。6分間を有効活用しましょう。ジョニーウォーカーブラックレベルです。はい、すいません、もう全然ないです、僕は飲みすぎたせいで。はい、YouTube 最高。この間フィルナンデス出た時とかね、これ誰ってめっちゃ言われたんでね、お酒飲んでないから。陰キャなので人と喋れないので、あんまり。卵ね、割っておきましょう。はいはい、あちちちち、これね、熱いのに気をつけてくださいね、皆さんね。6分加熱したのがこれ になります。で、これね、ほぐしてください、一回ね。まずいまずい。この状態でもう1分加熱します。硬いところと硬くないところがあるので、もう1分加熱していきます。はい、じゃあね、1分加熱したのはこちらになります。で、ここにですね、付属のスープです。このね、塩ラーメンスープがうまい。このバター 10g 入れます。これでね、混ぜていきます。はい、非常に美味しくなります。卵黄ですね、はい、を、ポンと乗せます。どこしよう、結構ね、たっぷりめでいいです。粉チーズね。これ、そんなにいっぱい入れなくていいです。本当に、コクをね、コクと香りを少し追加するぐらいな感じで。カスタードよ、ね。こんな感じで。あら、綺麗ですね。あ、綺麗じゃない、これ。札幌一番、塩、カルボナーラーメンの完成です。切りごま、忘れてました。これだから酔っ払いはね、皆さんかけてくださいね。早速食べていきたいと思います。いただきます。うぅ、黄身を崩して、絡ませながら。おぉ、たまんねえなお前。これ牛乳ありがとうって感じですね。これね、コクがすっごいです。カルボナーラ風の新しいラーメン。牛乳と塩ラーメンの相性は非常にいいんですよね。シーフードヌードルにさ、牛乳入れて食べると美味しいって言うじゃないですか、よく。甘ら、追いチーズやってもいいですよ。追いチーズやってもいいんですけども、ミルク系にはね、タバスコやるんですよね。酸味足されてすごい美味しいんですよ。うまい。ミルクのコクとタバスコすごい合うんですよね。
もうとにかくスープうまい。残った白身今焼きました。こうやって白身を入れるぐらいだったらね、最初から鍋で煮たらいいんじゃないかっていう話もあるので、お好みでやってください。うまい。麺だけ、全部食べるとスープ残りますので、そこに少しねご飯入れてね、粉チーズ出してリゾット風にするのもすごい美味しい。ぜひ皆さんやってみてください。嬉しいですということですね、今日の動画いかがでしたでしょうか。楽しく料理をして美味しいもの食べようっていうとこだけですので、こういうところにですねいいなと思っていただいた方、こういう料理やってみたいなっていうふうに思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録、よろしくお願いいたします。